はい、こんにちは。華道家の宮本理丈です。今日は、アイリスの生け花、キバデマリを合わせた折り花になりますね。形でいうと、立体形という形になります。アイリスのお花の、ちょっと扱い方だったり、葉っぱですね、刺し方、また剣山の刺す位置とか、そんなことも解説しながら受けてみましたので、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速受けてみたいと思います。今日はアイリスですね。アイリス、ちょっとまだこれ花咲いてない状態ですね。こういうのはね、咲かせちゃいます。ペロッと3枚大体ね、あるから、こんな感じで咲かせちゃうと綺麗でしょ。ただアイリスって開きすぎちゃうことあるんですよね。あ、ちょっと待ってね。これだいぶいっぱいいっぱい開いちゃった状態、もうちょっとこんぐらいにしたいよねみたいな時は、ちょっとテープで巻いたりします。これ包帯止めるようなテープあるでしょ。ここでこの花の下のあたり、ここはテープで止めちゃったりして、開きすぎ防止。ユリの花とかもやることありますね。こういうの開きすぎちゃうの嫌な時はテープで止めちゃったりして、見えないでしょ。でこれ葉っぱを戻すとをやったりしますね。無理やり咲かせちゃったり、こんなことしちゃっていいのかっていう、話もありますけど、咲きたいのを手伝ってあげてるっていう認識でやってます。助産師さんの気分ですね。手伝ってあげてると、咲きたいお花をね。そんな感じで感じだと思います。こっちもね、これぐらいでももうなんかもう開きそうだなっていうのはできますね。咲かせちゃうのはね、一応これ合わせるのはキバデマリっていう枝ですね。合わせようかなと思ってます。いつも新流し受けとかって長いものからやってますけど、アイリスみたいなこういう葉っぱがついてるようなのは、まずお花から決めちゃうと良かったりしますね。まずお花入れてみましょう。もう一つ、お花だけ入れるとこんな感じ。ここに葉っぱ、これ残った葉っぱですね、を添えていきたいと思います。葉っぱもこうやって今正面から見ると、すごいカーブがきつい葉っぱと、意外とこう立ってるストレートっぽいありますよね。ここら辺ちょっと見定めて、使い道が変わってくると、これもこっちはまっすぐだけど、こっちはカーブがありますよね。そんなのを見ながら使うのを考えていくと、まずカーブきついやつですね。これは手前、前に、前方向ですね。このお花2つありますけど、この下のお花の葉っぱなのか、それとも上のお花の葉っぱなのかっていう意識をとりあえず持っておくのが大事ですね。これは今下のお花に対して今入れてます。刺す位置ですよね。特にこれカーブきついやつは、こう刺す位置を近づけちゃうと、こう離れていくの分かりますかね。葉先が、ね、あえてこう遠目に刺して、こうお腹のあたりをくっつけると枝先が寄ってきましたよね。こうすると一体感が出ますね。
お花と葉っぱをまあセットにはするんですが、刺す位置をこうギュッと近づければいいってもんでもないっていう、お腹をこう近づけるということですね。ただ前から見た時に一つにしたいので、前から見た時はこう直線的に刺すといいと思います。続けて今度はこっちの高い方のお花に入れましょうと。アイリスはお花としても使えるし、こう線を出す2つの役割として葉っぱも使える花材ですね。一応これとこれ今セットで入れてみました。今度は下のお花、下のお花に対して今度はちょっとこう立ち気味ですね。カーブのないもの、後ろに向いている、これで今1個入りました。後ろに入れる葉っぱがカーブが強いとどうなるかっていうと、これ、まあ、ちょっとカーブありますよね。これをまあ後ろに入れると、ちょっと後ろに逃げていってしまう、こうなるってことですね。こう立てたくなりますよね。まあ、それは後ろに立ててこう刺すやり方もありますけど、まあ、直線的なので入れた方が簡単かなと思います。こんな感じで、で実はこれで完成でもいいんですよ。葉っぱが入るとこう足元も締まるし、曲線、流れ、線が出て、お花と線が出て、これでもう一つのいけばなとしていいと思うんですけども、ちょっと今日は枝物を添えて作ってみたいと思います。ここでまず1個ポイントは、これ横から一回取りましょうか。横からというか上から見ると剣山のセンターラインだけ使ってると。そうすることによって正面から見た時に足が1本で揃って見えると。例えばこれだけじゃこう入れるとトンチンカンなところというか、ね、せっかくこう足を一本に見せてるのもったいない。これをもし入れるとしたら、こう足を一本に揃えて入れてあげるとまだいい、ね、せっかくだからもうこれ入れてあげましょうか。はい、今日はキバデマリ用意しました。なんかミントの葉っぱみたいで綺麗ですよね、新緑がね。ここのお花の部分はいわゆる森花のこう上に高い立体系、横に流す斜体系、どっちでもいけそうなんですよね。ちょっと枝見ながら決めていきましょう。よいしょ、上に行きますか。森花やるときとかにこう芯があって、その半分がお花ですよ、2分の1がお花ですよみたいなことやってると思います。逆に言うとお花が先にあったら2倍ぐらい枝を取りたいなっていうことですね。これもできるだけ今日は足を揃えたいってことですね。ここのアイリスに隠れるように刺しながら、今度流しですね。ちょっとこれ後ろが強いかな。ここまあセンターを強くすると。ちょっとこの後ろから前に来るようなこの流れを。手はちょっとこう枝分かれしてるようなところをうまく使えるといいですね。短めで枝分かれしてるような。やっぱ刺す位置が大事ですね。
さそうですね。はい、今日の火花ですけど、まあ、アイリス綺麗、好き、僕好きですね。好き、そう、僕も結構好きですね。ちょっとお花の持ちはあんまり良くないんですよ、実は。アイリスとか、菖蒲、カキツバタとかね、こう、あやめ系っていうんですかね、あんまり良くないんですけど、1日2日で終わっちゃうみたいなのもありますけど、とても綺麗なお花で、葉っぱとの相性がいいので、葉っぱをどう合わせていくかですね。お花だけではなくて、お花だけ見るんではなくて、こう足元からお花まで全部を トータルで見る、植物ですね。それをどう綺麗に見せていくか、なので葉っぱの使い方だったりがすごい大事になってくると思います。今日はキバデマリを合わせて、ちょっと新緑の中に咲く、こう、まあ、水辺に咲くアイリスみたいなね、そんな感じで綺麗に仕上がったんじゃないかなって思ってます。木もなんかちょっと和風な感じで、渋い感じで、いいんじゃないかなって思いました。なんか質問ありますか？素人的にいつもねじめとかはするじゃないですか、今回しない理由っていうの、あ、ねじめを使わない理由ね。確かにもう閉まってるってことね、閉めてるというか根が。なるほど。だから使わないでいい。使うとなんか他の何かが入るとちょっと違和感を感じてしまうというか、枝を最後に添えましたけど、本当にこうあんまりこの線の綺麗さとかをアイリスのね、アイリスの葉っぱの根を消さないようにみたいな意識はしてます。根も閉まってるから、この枝の刺す位置ね、刺す位置も結構意識してます。ありがとうございます。エニーデパラダイオンね、よくねしてます。はい、いかがでしょうかね。はい、そんな感じで、はい、ありがとうございました。